はい、皆さんこんにちは。チャレンジチューブ第4回の、動画の、補足をしていこうと思います。尾行の、2つあったんですが、まず、1番目、P の R 乗プラス Q の R 乗イコール R の D 乗ならば PQR は222のみ、ここで PQR は素数、D は0以上の、自然数、自然数これ0入れる流儀と入れない流儀ありますが、ここでは含めて考えてみます。で、さっきの、本編の場合の、ほとんどの場合はもうそのままの議論が成り立ちました。で、問題は1の括弧に、すなわち R が3以上、K イコール1の場合のみ、別途考察が必要です。で、この場合も、本編と同様に、P イコール2、Q3 以上として一般性を失わないと。で、この時に、R は P プラス Q で5以上ということですね。で、左辺イコール2の R 乗プラス R マイナス2の R 乗より、これを R の R 乗で割るとこういう式になって、括弧の中はどちらも0より大きく、1より小さいので、R 乗の代わりに1乗にしたら、それより大きくなる。なってそれを足すと1になるので、左辺は R の R 乗より小さいと。で、他方で、この第2番目の、括弧の、R 分の R マイナス2の R 乗の増減を調べると、R は11乗で11分の1よりも大きいと、すなわち R の R マイナス1乗よりも、P の R 乗プラス Q の R 乗が大きく、しかし、R の R 乗よりは小さいとなって不可能ですね。はい、この増減はですね、ログを取って微分すれば、分かると思います。はい、で、不可能ということですね。で、R が5以上なので残るは5と7の時ですが、これも計算によって不成立が確かめられるので、この場合は成り立たない。他の場合も本編と同様なので PQR は222のみということですね。はい、で、次2番目、フェルマー予想のような式ですが、ここは D2 でも OK ですね。2以上の時、P の D 乗プラス Q の D 乗イコール R の D 乗は不可能ということですが、R は、これ、D 乗が、P の D 乗より大きいので、R そのものも D、P より大きく、で、P は、2以上なので、R は基礎数で、R の D 乗は奇数になる。なので、PQ の今一方偶数他方奇数ということですね。で、ここでも P イコール2、Q3 以上として一般性を失わないの。ということで、すぐ分かるのは Q の D 乗よりも2の D 乗プラス Q の D 乗の方が大きい。これは2の D 乗を足しているので当然と。また2項定理より Q プラス1の D 乗はこういう式になって、2番目の項ですね。DQ、D マイナス1乗は、D を代わりに2に置き換えたものよりも以上と。で、これは Q が3以上なので2の D 乗よりも大きい。ということは2の D 乗プラス Q の D 乗よりも Q プラス1の D 乗の方が大きい。よってこの左辺は Q の D 乗よりは大きいけれども Q プラス1の D 乗よりも小さいので、これは不可能ということですね。これは、つまり R が、整数にならないということですね。不可能で、ね、すなわち P の D 乗プラス Q の D 乗は R の D 乗と等しくイコールノットですね。D は2以上と。ちなみに D イコール1の時、これはこの場合の、2プラス9以降があるの形になりますね。で、これを満たす、素数の組 QR は無限個存在すると予想されていると。で、これは双子素数予想で未解決の問題です、ということなんですがね、我こそはという方はこれを挑戦していただければと思います。でですね、括弧1番目ですかね、P の R 乗プラス Q の R 乗イコール R の D 乗なんですが、これをさらに拡張しようと思うと、R はですね、とりあえずこの指数に出ているので、これはこの、いじらない方がいいということで、 P と Q を、これ素数ですが、これガウス素数にしたらどうかということをちょっと考えて見ましたんですが、これはね、そっちはちょっとね、もう数論の予備知識が必要になりますので、ちょっとね、もう、
別途動画を上げようと思います。で、そちらちょっとね、もう内容としてもう水準が違いますので、もう必ずしも10分の枠にこだわらずに、撮っていこうと思います。で、結論から言うとね、R が2の場合は不可能と。ただ、R が基礎数の場合は、これはね、収集がつかないことになっております。なので、とりあえず、今まで分かったところで R が2の場合は不可能ということを、別の動画で、示そうと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。